住宅ローンアナリストの塩澤です。本日のテーマはこちら、住宅ローン借り換えは今やらないと損、その2つの理由とは。これについてお伝えしたいなと思います。で、最近ですけれども固定金利が上昇傾向にあります。まあ、このグラフにある通りですね、この緑とオレンジ、それがですねフラット35と10年固定ですけれども、こうググッと上がってきているとですので、ちょっとこう金利についてですね、ちょっとこう敏感になっていると言いますか、ちょっと不安になっている方も最近多くいらっしゃるのかなと思います。よくある質問のパターンなんですけれども、こちらにある通りですね、金利がどうなるかわからないので借り換えを様子見しますという方がですね一定数いらっしゃるんですけれども、これはですねダメですね、もうダメですね。この様子見は意味がないです。で、結論から言うと、今すぐ借り換えをやってください。考えてる暇はないです。今すぐやる、これが非常に大事です。で、今日はですねその理由というところが2つあるんですけれども、しっかりと解説したいなと思います。ではまず1つ目、借り換えをなぜ今するかっていうところですけれども、理由としてはメリット額、これが目減りしていくからなんですね。借り換えのお客様ですけれども、大体約半数の方が100万円以上お得になっているという、まあ、そういった状況です。まあ、割高な金利をですね、まあ、放置してしまっている、まあ、ゆえに今のその 0.2% とか 0.3% 台の金利に借り換えるとですね、まあ、これぐらいお得になるという、まあ、そういった状況なんですね。その借り換えのメリット額ですけれども、これは残っている元本、これに対して発生します。ですので、その残っている元本の返済をですね、どんどん進めていくと、お得になる金額、借り換えメリット額というのはどんどん目減りしていきます。例えばですけれども、こちらの例にある通りですね、総返済額で334万円減らせますと。で、毎月1万円、借り換えでですね減らせる方がいらっしゃったとします。で、この方ですけれども、ちょっと金利がどうなるかわからないから様子見しようという形で半年間放置したとしますと、そうするとどうなるかと言いますと、借り換えのメリット額の総額はですね334万円から328万円目減りします。これ、何かと言いますと、先ほど申し上げた通りですね、残っている元本というのはどんどんこう減っていきますので、毎月返済額の軽減分ですね、これはこの方で言うと1万円ですけれども、かける6の6万円分減少します。ここですね、多くの方が、まあ、意識してないことなんですけれども、334万円のメリット額があるんだったら、半年後も1年後も2年後も334万円お得になるんでしょっていうふうに思われている方も多くいらっしゃるんですけれども、そうではないってことなんですね。もうこれは毎月毎月減っていくもんだっていうところ、そこをですね、まずしっかりと認識していただければなと思います。借り換えをですね、先送りすると、ちょっと他にもですね、こんなデメリットがあります。例えばよくあるのが、変更を害してしまってですね、男子に入れないという、そういったリスクですね。基本的に住宅ローンですけれども、男子に入れなかったらですね、借り換えができません。なので1歳2歳という形でですね、どんどんこう年を重ねていくと思うんですけれども、できるだけ今若い時期に住宅ローンの審査、男子の審査を受けておいた方がいいです。で、2つ目が転職、独立して審査に通らないというリスクですね。最近はですねベンチャーにこうチャレンジするですとか、自分でですねこう独立してビジネスやるとか、まあ、そういった方も多くいらっしゃるんですけども、そうするとですねなかなか審査通りづらくなります。ですので今の、安定したお勤め先にいらっしゃる時に借り換えするっていうのも、まあ、非常にこう、まあ、大事かなと思います。で、3つ目ですけれども、50歳超でですね元旦市に入れないという、まあ、そういった、まあ、リスクといいますか、ちょっとこう損っていうところですねもあります。これ何かと言いますと、最近はですね元旦市、これをですねお得な上乗せ金利、もしくは無料でサービスする銀行もあります。ですがこれはですね年齢制限があるんですね。大体50歳で線引きされています。なので50歳を超えるとですね、そういったその無料でもらえる、例えば元 50% 保証がなかったりですとか、 0.1% 上乗せの元 100% 保証がですね入れなかったりとか、そういったことがですね起こり得ますので、できる限り若い今のうちにですね借り換えをするっていうのをお勧めしております。2つ目の理由ですけれども、引き下げ幅の縮小ですね。これも非常に大きな理由となります。この説明に行く前にですね、まず住宅ローンのその金利の決まり方、これについてちょっと簡単におさらいをします。で、適用金利ですね、いわゆるその住宅ローン借り得る金利なんですけれども、これは基準金利という、まあ、いわゆるその住宅ローンの定価みたいなものだと思ってください。定価から引き下げ幅というディスカウント、これを引くことによって計算されます。で、こちらの例で言いますと、基準金利が 2.475%、引き下げ幅が 2.1% となるとですね、差し引き適用金利は 0.375% となります。で、この引き下げ幅ですけれども、完済するまでずっと一定なんですね。なので基準金利が下がればですね、同じようにこうスライドして適用金利も下がりますし、基準金利が上がればですね、同じようにですね適用金利も上がるという、まあ、そういった形となっております。ですので、もしですね、まあ、今皆さんが高い金利で払っている場合はですね、こちらのまあ青い線という形で借り換えない場合はですね赤い金利となっているんですけれども、もしまあそこからですね借り換えると低い金利になりますので、この赤い線にこうなります。
で、まあ、最近ですねよくその金融緩和、日銀 の, その低金利政策がこういつまで続くのかっていうところが結構こうまあメディアでも騒がれておりますけれども、まあ、その低金利政策ですね、金融緩和が続いている限りはその青い線も赤い線もですね金利はそのまま推移すると。でもし金融緩和が終了したらですね、青い線も赤い線もですね同じようにこうスライドして上がっていくという、まあ、こういった形となっております。今 の, そのこのまあグラフのところですね、もうちょっと分かりやすく説明したのがこちらの表でして、現在のローンと借り換えた後 の, そのまあ低い金利のローンのそれぞれの基準金利、引き下げ幅、適用金利がどうなっているのかというところのこのまあイメージです。で基準金利はですね今同じようにこう 2.475% なんですけれども、この引き下げ幅がですねこう全然違うんですね。例えばその今借りているローンが、まあ、高い金利であればですね引き下げ幅がちっちゃいということなんですよ。だいたい例えばこう 1% ぐらいというところですね。なので差し引き適用金利が 1.475% となっていると。で借り換えるとその引き下げ幅がぐんと大きくなるんですよ。例えば 2.1% です。そうなると 2.475 から 2.1 引いた 0.375 が適用金利になると。ですので先ほどのグラフでですねその青い線と赤い線、こちらのその差が一体何なのかと言いますと、これは引き下げ幅の差なんですね。引き下げ幅がぐんと大きくなるから、借り換えるとですね金利もぐんと下がってその赤い線の動きになるということとなります。でもしですよ、もし万が一日銀が金融緩和政策を変更したらどうなるのかというところですけれども、例えばですね新総裁に代わって2024年に金融緩和政策を変えますとした時にはですね、おそらくですけれどもマイナス金利、これをゼロ金利政策にするのかなと。でその後ですね、まあ、2000何十年か分かりませんけれどもゼロ金利自体もですね終わって金融緩和終了という、まあ、そういったシナリオが考えられます。この2024年のマイナス金利をゼロ金利にするといった場合ですね、これ何が起きるかと言いますと、新規で貸し出す人の引き下げ幅、これがですね縮小されるんですね。具体的にはどういったことかと言いますと、こちらの表にある通り2023年に借り換えた場合はですね、今であれば引き下げ幅が 2.1% ぐらいもらえますと。でそうなると差し引き適用金利は 0.375% なんですけれども、もし日銀がですね金融緩和政策をですね一部こうまあ変更してマイナス金利をゼロ金利にしたとした場合はですね、この引き下げ幅が 2.1% から 2% に縮小されることが予想されます。そうなるとですね適用金利が 0.375 ではなくて 0.475 に上がってしまうんですね。ゆえにもしその2024年につまりゼロ金利になった後に借り換えるとですね、緑色の線をたどることになるかなと思います。つまり今借り換えた場合はですね、この赤い線のところにある通りですね非常にこう低い金利で借り換えできるんですけれども、まあ、日銀がですねもし金融緩和政策を変えた場合は引き下げ幅がまあその分ちっちゃくなる可能性もありますので、緑色の線になると。でもし金融緩和が終了したらですね、青も緑も赤も同じように上がっていくという形となります。ですのでこの引き下げ幅ですけれども、審査時に確定してですね、でそれが完済までずっと一定なんですね。であるがゆえにですね、いかに今その一番大きな引き下げ幅をこう獲得するかが肝っていうところですので、その今後ですねその引き下げ幅が縮小する可能性があると、恐れがある状態でですね、そのまあ借り換えに動かない、じっと待ってるっていうのはこれは非常に損です、もったいないです。なので今動かない理由は私はないと思います。以上ですね、まとめますとこの3つですね。住宅ローン借り換えですけれども、約半数の方が100万円以上お得になる、まあ、チャンスがありますというところ と、2つ目ですけれども、借り換えのメリット額、これはですね目減りおよび引き下げ幅が縮小するリスクがあると。ですので、3番目ですね、とにかく今やると、先送りしていいことは一切ないという、これをですねしっかりとご認識いただくといいのかなと思っております。でこの動画をご覧になっている方ですけれども、借り換えを検討されている方も多いかなと思います、まあ、そういった方はですねぜひこのモゲレコをご活用いただければなと思っております。本日はですね、住宅ローンの借り換えについてお伝えしました。もうとにかくですね今すぐやるというのが非常にこう大事ですので、しっかりと、それをですね心がけていただければなと思います。でよろしければですねこのチャンネルの登録と、動画のいいねを押していただけると非常に嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。